はい。えー、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回ですね、えー、皆さん、青パスが更新されましたね。はい。えー、青パスが、えっ、ー、と、前回がメカドラゴンだったんですけど、えー、今回、えー、プレミア青パスがですよ。はい。こちらですね。報酬獲得。えー、もう実は、えっ、ー、と、10回というか、まあ、合計300個ですね。宝箱開けたので、 えー、ついにニュースすることができました。ブリザードホークって言うんだ。完全にフリーザーなんだけどね。はい。えー、ちょっとニュースするということで、今回ちょっとこちらブリザードホーク使ってみたいと思います。こちらも、えー、前回、メカドラゴンで、まぁ、あ、青パス600万円払ったから、今回持って持ってる方いるかもしれないんですけど、えー、今回も別で600万円払わないと、また青パス更新になりません。 まあ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 ま、あそういう、そういうもんだよね。バトルパスってね。はい。なのでちょっと、えー、もし入手されてないっていう方は、この動画を見て、えー、いただければ、どんなキャラかわかると思います。シャー行きましょう。よろしくお願いします。おかっこいい。これね、僕ね、正面というより僕、横中なので、横厳しいですよ。 横が僕の中でかなり重要視しているので行きましょうか。それじゃあチェックさせていただきたいと思います。はい、ちゃんと撮影もできてるね。ちょっとごめんね。じゃあ行こうか。さあ、ランダムプレイヤー、オッケー。さあ、なかなかあまり持ってないんじゃないかこの一瞬プテラノドンが僕のアイコンに見えたんだけど。ちょっとレアなんじゃないかなバトルパス、まず課金する人がさ、いっちゃあれだけどね、ね課金するかどうか。 って言われたらちょっと微妙。<laughs> なんか最初メカドラゴンの時はね、やっぱり物を珍しさというか、え、どんなんなんだろうって言ってバトルパスやるけど、2回目以降は、あ、こんなんなんだってなって、多分、課金する人多分減ると思うんだよね。だから、ブリザードフォークだっけこれ結構レア、レアになるんじゃないかな。あーかっこいいキャッチョいいでござる。いいね。やっぱりいいね。メカドラゴンと一緒で、やっぱり横いいのうんうん。もうちょっとさ、あー残念。いや、いいですよ。 いいんだけど、できればもっと足も動いてほしい、これ。あー、なるほどね。ちょっと足が動かなすぎないかい、これ。もっと足もなんか一緒にふわふわふわって浮いてる感じだったら、ともっと飛んでる爽快感があった気がするんだけどなぁ。あー、なるほど。これはなんだ <laughs> ビーム出してるみたいになってるけどね、これ、完全に。<laughs> まあでもかっこいいんじゃないうん。 かっこいいと思います。いいと思います。はい。多分えー、っと <laughs>。それじゃあ、えー、どうしようかな。まあまあまあ、あの、カラーチェンジもあるからね。カラーチェンジがもしかしたら超絶かっこいいかもしれない。さあ、そして青鬼くんは相変わらず、なんか変な動きをしているので、えー、最初の生存者は非常に少ないです。あ、んえ、え、ん ?2 階ですね、これ。間違いなく最終地点2階。しかし私はガスマスク欲しいと思ったが大丈夫。でも2ターン見えるから気をつけて。ガスマスク食らうのは仕方ない。多分最終地点こっちだから。 えーと、じゃあ、ここでガス、あー違うんだよ。いや、これ譲ろう。うーんーと、どこにいるえどこにいるえこれ2階にいるこんにちは。僕ドラえもんです。んー、ないね。とりあえずここによう。で、ガスマスク入手して、ここは結構ガスマスク入手結構必要になってくるからね。みんないるね。いようよみんな。ハローこんにちはです。トライアングルと申します。みんな、ガスマスティングっていう。ああ、やばい僕が持ってなかった <laughs> い,いえ、ちょっと待って、僕のピエーン <laughs> ピエン、ピエン、ガスマスク用意するの忘れてたピエーンしまったトライアングルさん、自分で完全にガスマスクを用意するの忘れるという大失態でござる。いただこうかガスマガスマスまあまあまあローラースケットルからプラマイゼロ、むしろプラです。はい。えー、っと。 なんだこれこのプレイヤーの数は私がこの中で一番になれない。いや、しかしあっち足が遅くなったぞ。<laughs> トラップに引っかかったな。そうです。私はそれを見越して取らなかっただけなんですよ。そう、私はここで私はガスマスクを取るのだよいただくよあーんちょっと待っておかしいぞ。トラップ多すぎないかいいや、しかしここで私が取ることによって結果的に良かったねと。 よかったねとなるローラースケート。まあまあまあ悪くはない。なんだこの、同じことの繰り返し。別の青にオンラインのいたちごっこかちょっと待って。いたってく、ガス。このステージはガスマスクいるんだいや、しかしな、あ、これ、け行けけけけけけけでもガスマスクなプレイヤー部屋だと正直、僕回線いいんで、自慢じゃないんですけど回線いいので、うーん、多分同着になったら負けるんですよね。 その残り2人とか、そんぐらいの時に負けると思うので、ちょっとガスマスク以外。だから他の人がガスマスク持ってないっていうのが、もしくはガスマスクを消費してしまうっていうのが一番僕の勝ち筋なんですけど、それがやっぱり、おッ OK。今回最終ステッもちろんここですね。ここの下。下なので、でもできるだけ間違えて毒切りあの、端っこに過ぎてガスマスクを消費しないようにだけ気をつけていきましょう。うーんと、はい。いただきまーす。ありがとう。ちょっと待って。 他の人にガスマスク取らせない立ちま、ぶねえあぶねえよかったいなくてあそこにで、最終戦、ここです。はい。そして、青鬼も来ませんなので、負けです敗 <laughs> 北ですはい。おそらく、あの、じゃない人間さんが勝ちます。いや、もしか他の人が勝つ。あの、残念ながら、えー、回戦的に、同時にみんな、なったら、え勝てません。頑張れ。どうだ。おっ んあれあ,あ、オッケーオッケーオッケー。さあ、こっから多分、えー、多分多え残り、二人ぐらいになるんじゃないかなうん。で、あの、到着しで、ドゥーンってなる感じ。しかし、誰かがガスマスクを使っていたとしたらわからない。この人と、あー、負けたね。ほら、なんでガスマスク、最後まで一緒だったのに、あなたが先なのっていう話なんだよね。なんでかなおかしいな。<laughs> ほら、<laughs> こうなるの。いやー、まあまあ、仕方ないよね。これ、これに関してはラグだからね。 よし、じゃあもう一戦行きましょうか。いやー、この、ブリザードというか、うんとブリザードフォークどうなんですかね。いくらだっけ ?610 円だっけ ?610 円を払って、いかがなものかなまあまあまあ、スキンを全部集めたいとかだったら、いや、絶対さー。いやー、青鬼の方がみんな課金すると思うよ。本当に。青鬼オンラインさん。 出しをいやでもわかんない青鬼チケットのために出しをみしてるのかわかんないけどうーんなんか人鬼っぽいの作ればいいのにって思っちゃうんだけどダメなのかな,なんかせめてさなんかコングのなんか別バージョンとか作ればいいのねうんまあまあそれは価値観の問題だからああ翼が生えたもうあれ <laughs> うーんはいうんやっぱり何度も言っちゃうけど青鬼オンラインに必要なのは青鬼だと思うんだけどねリスナーさんが求めてるのはうーんま 世界観大切にするのは大切だけど、リスナーさんを一番大切にした方がいいと思うぜっていう、リスナーさんっていうのかなプレイヤーの方を一番大切に、リス、うん、プレイヤーの方の意思を一番大切に持つのがいいと思う。まあわかんないよ。あの僕の考えが他の方と一緒かわかんないけど、でも、少なくとも、うーん、こういう動物系っていうか、それよりは鬼関係の方が絶対嬉しいと思うけどなうん。わかんない。なんか、 ねえ軽々しく青に出したくないっていう気持ちも分からなくはないけどね出し惜しみしてたらまたねその前に離れていっちゃうよって思っちゃうけどまあまあでもそれはねさすがに言ってもいけないのでねまあでもかっこいいよねこのスキンのはいトランクさんいきなりコビを売り始めましたって違うんですコビを売り始めたわけじゃないんですさすがにチャンネルが消されるかもしれないのでコビというかね一応あの予防線を張っているというだけなんですはい あの、ポケモンのフリーザーが大好きな人にとってはこのスキンすごいと思います。はい。でも僕は、アオニオンライン、まあ、多分ね、皆さん結構他の実況者さんが、その、アオニオンラインよくやられる、たまにやる時あると思うんですよ。2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか。その時って提供ってついてると思うんですけどね。その時ってやっぱり、ね、あんまり、けなすことができないと。僕はいくらでもこんな案件なんて来るわけないので、いくらでも言えますからね。 本当のことガチで言いますからね。だって、だって、アントライアングルあいつ案件なんか出さんでも勝手に動画するでみたいな感じで来ないだろうし、まず。てかまず事務所からの案件も僕2年断ってるからね。<laughs> 言いたいこと言わせてもらうぞ <laughs> そのために僕は断ってるんだからな、言いたいこと言いたいから。ねあ、あんまり言うのやめよう。<laughs> いやだ、だ、だって、本当に楽しいやつ楽しいって言いたいじゃん。OK、ガスマスク、ありがたい。でもこれ多分最終地点あっち下だな いやー、ガスマスク使わざるを得ない。でも、早めに行こう。早めに行って、ガスマ、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。はい、ャイナルちゃん。よし。いや、大丈夫。あれは諦、追うのは諦めるはずだ。僕なんかを相手にするはずがない。さあ、ガスマスクをいただこうか。さあ、ガスマスクをよこせ。よし、いいぞ。いや、消費しちゃったね、トランクさん。何してんのバーか。ごめんなさい。ちょっと待って、本当に。いただけますよし。さて、 最終地点はどっちだ向こうか向こうだとしたら僕。いや、終わりじゃないな。一回から下に行けば行ける。しかし、これみんな向こうじゃん。絶対向こうじゃん、最終地点。あ、終わりだ。やばい、ちょっと助けて。助けて。ね、助けて。お願い。お願い、助けて。あー、向こうだ。ちょっと待って。Help me!Goku! 早く来てくれ頼むはぁちょっと待って。神様神様 待って、ああああああ。あらあら、まあまあ、ちょっと待って。わお、ちょっと待って。くらうぞ。くらって。確かにいやあこれ、いそうだな。いないだ、だいたーしまった。最後一瞬、最後一瞬、乗れたら勝てたんじゃないああ、ガスマスク、ないくっそ。<laughs> あれ、踏め、踏んでたら勝ってたな、多分。 勝ってたねガスマスクも多分残ってたもん。あー、悔しい。はい、ということで、えー、まあ今回は、まあバトルパスで、えー、ブリザードホークだったっけはい、こちら入手することができました。んー、まあ欲しい人は入手してみてもいいんじゃないんでしょうかね。まあ一応言うと、まあメカドラゴンと一緒な感じですね。あの、5000枚とか3000枚がゲットできますよっていう感じですけど、うーん。 うん。うん。<laughs> 欲しい人だけ欲しいなって思ったらゲットすればいいと思いますが。うーん、これ言っていいのかなおすすめはできませんね。じゃあお疲れ様ですバイバイ